たいね。なんか分からんけどさ、今日寝た気しん。4時間半くらい寝たんだけどさ、全然寝た気がしない。顔洗ってきたよ。洗ってきてもお目目が開かないんだ。はよ。いや、なんでだろうね。本当にびっくりするぐらい寝た気がしないんですけど、なんか徹夜したんかなっていうくらい徹夜した？もしかしてね。キュートありがとう。知らぬ間に徹夜してたのかもしれない。なんだろう、最近寝ても寝てもなくちょっと寝た気が薄い。どうしてだろう。やだな。ね。最初終わったら寝ます。寝てください。眠たいよね、徹夜するとね。はよー。なんかね、もう暗い。今日はね、だからね、朝配信をちょっとこの状態でお届けします。本日ね、イベント最終日となっております。はい、皆様ぜひご協力お願いいたします。ありがとうね。なんかね、夜がね、ちょっと時間何時に始められるか分かんなくてね。下手するとね、なんかギリギリに帰ってくるっていうほどありえるので、おはよう。いつも以上に暗いっすね。いつもと違うね、アロマキャンドル使ってるんで、ちょっと、ね、音が出るやつです。これ桜のウッドウィックキャンドルっていうのかな。最近さ、ダイソーとの会社って言ったらいいのかな、からさ、なんか新しいなんか出たじゃない、スタンダードプロダクトみたいな、あれなんだっけ、なんかそんな名前のあのお店が出たじゃない、あれ出たじゃないっていうか、なんかまあ、あのできたんですよ、こっちの方に。そう、そこで買ったやつです。もう暗いねあ、ちょっとね、お許しください。平野光起きております。スタンダードプロダクト、めっちゃいいよね、こんな、なんかすごいおしゃん。純営会社の物業と、あー、なんかそんな感じだった気する。確かそ
そうそう、おしゃれなダイソーみたいな。でもダイソーみたいになんか 100円とかではないんですよ。でもなんか比較的安くて、これもあのキャンドルとかもめっちゃ安い。いくらだっけな、なんか500円くらいかな、一つ。うん、叩けるだからお安いんですよ。ね、結構ね、本当に私好みの匂いがめちゃめちゃ揃ってたので、うん、はよう。すごい綺麗。ありがとうございます。テレビの音と、いやごめん、こんなに暗いとは思わなかった。いつもさ、ジョーマローンでやるとさ、あの火がね割と大きめなので、ジョーマローンはつけるとそう明るくなるんですけど、もうなんか大丈夫っていうくらい暗いよねごめんね。限界だ。火を使わないキャンドル、火を使わないキャンドルとかも、あ、いい感じいい感じ。はや、怪談話、私そんな、私霊感ないからさ、怪談話持ってないんだよね。なんかさ、私が経験したお話とかできたらいいんだけどさ、なんもない。なんか友達から聞いたやつしかない。それもなんかうっすらとしか覚えてないし、私ホラー系あんまり好きじゃないからさ。うん、寝れなくなる。一人でお風呂入れんもん。はよ、映像見ようもんなら。はよ、怖いお話も好きじゃないしな。あ、でも後できっと梅ちゃん来るな。これ後で梅ちゃん来たらこれ火止めて一回煙っていうか、なんだ、匂いとか全部ドア開けて出さなきゃ。そしたらね、電気つけますね。朝ごはん何食べよう。キャンドル炊いてるとワンちゃん近寄らそうだもん。近寄らないことはないと思うけど、まあ犬ってさ鼻がいいじゃないですか。そう、人間の何倍も何十倍も何百倍も鼻がいいので、まあ、あんまり強い匂いはなと思って。これ私ね、部屋にいるからさ、そんな匂い、まあうっすら感じてるくらいなんだけど、そう
これね、終わって火消した後に、あの下行って2階上がってくるとこの匂いで廊下とかも結構匂いするんで、まあ強いっちゃ強いみたいな匂いは。私はね、ほんと何も感じていない。すら、あいい匂いやな。なんか火焚き始めるとね、そんな匂い分かんなくなるって。ちょっとあ、焼き芋、焼き芋作んなきゃね。私の朝は、お、ご飯の時間だよ。香水を気にする人もいるね、ワンちゃん。私も気にしますよ。はい、イベントはね、今日21時59分までです。夜もね、一応配信はしますけど、まあ帰ってくる時間が仕事の終わる時間によってちょっとまちまちなので、うん、ちょっとギリギリになる可能性も増してきれない。あんまりないけどね、最近は。うん、香水はね、ワンちゃん、私も気にします。だからつけるときは基本的に、そう、基本的にまあ家出るギリギリにつけます。本当に。で、あんまり桃梅に近づかないようにする。あ、お仕事も忙しい。お昼は忙しいだろうね。でも意外と夜はね、あのやっぱり明日からね、お仕事の人って結構いるので、あの夜はあのお客さんがいなくなるのが早いです、割と見てるとね。まあもちろん例外の日もありますけど、まあ傾向としてはそういう風な感じかな。まあ、して今あの観光客の方がね結構少ないし、ね、お仕事帰りの方、まあそうね、うん、はよ、優しいね。優しくないよ。なんで優しい要素あった？ありがとう。いや、普通にね、終わっても最近の時間だと、あ、まあなんかめちゃめちゃ遅くなることはないんですよ。そう、遅くとまあ9時過ぎには始められるはずなんですけど、まあなんかちょっとね、私レジもしたりするので、まあ、ちょっとトラブルが起きるとそこでね、あの最後終わんなくて、なかなか終わんなくて、うん、ちょっとね遅くなるとねって。そしたらね、もう9時過ぎ、9時半過ぎに家着くことになっちゃう。おはよう。あ、ね、18位の方と1万1000ポイント差です。皆様ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そうなんです。レジ締めをね、私するので、最後までいると、でも早上がりだとね、まあ、店長がやるんですけど、基本的に私最後までいるってなると全部やるんで、そこはあのレジ締めは全部私やるんで、まあね、合わないとね。なんで電気つけないの？暗い方が好きだから。そしてね、朝目が開かなすぎてね、電気つけるとね目が痛いから。そうそうそうね、まあ、どうしてもねミスはなん、まあ、出たりはするんで、それ全然いいんですけど、うん、おはよう。ももかな、今のお仕事。誰？あれ、梅だな、足音が。梅さん、おはよう。あ、違う、ももやわ。あ、梅や、あれ？どうぞ。あ、お兄ちゃんの部屋行こうとしてた。ちょっと待ってね、今火消すからね。ちょっと待って待って。いいよ、お好きにくつろいで。
お客さん、お客さんどこ行かれるの？お客さん、あっちドア開いてないからさ、おいでおいでおいで、おいでて、お客さん。みちゃん、みちゃん、まあ、火消すから待って。おいで、あおいで、おいで、おいで。で、ちょっとね寒い、ドア開けとくから寒いけどね、許してや。あ、もうももも来た。おいで。口開かないよ。もめか分からんってどういうこと？見えてないから姿が。うん。あの私の部屋、階段上がって私の部屋一番奥のか、あの曲がったところにあるんで、そう、角曲がって曲がってのところにあるんで、姿がね全然見えていない。こら、ほら、口開かないからさ、今。おはようございます。おはよう。お腹いっぱいになった？うん。おはよう。うめちゃん。負けてくれそうやな。でも可愛いよ、おいらは。最近甘えん坊の桃太郎くんです。うん、なんで U ターンしてったん、そんな嫌け、ごめんって。なんかいっぱいやんな。おはよう。お兄ちゃんが部屋を開けてくれたぞ。部屋のドアを開けてくれた。最近私んとこだったじゃん、来るの寂しい。ね、U ターンしてたぞ、 U ターン。そう、はよ。うちね、梅ちゃん入ってっちゃったよ。ももはさ、なんか、まあ、ちょっとさ、梅がね結構ガウってくることが、ね、怒られることが多いんだよね、梅にね。別何もしてないのに。そう、梅さんね、ももさんに厳しめなので、そう、なんか昨日の夜もさ、ママミー寝てさ、まあ、ももと一緒に寝てたんだけど、梅ちゃんがねまだお兄ちゃんが連れてってなかったので、そうだからなんか一緒に寝てたんだけど、やっぱりなんかどっかさ、そわそわする、落ち着かないのかさ、一緒だと。そうね、なんかももがね、私がお風呂入った後にお布団から出てきて、そうしばらくちょろ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 動いてて、しまいにはなんかゴロンし始めるっていうね、お布団の外で。うん、なんか怖、やっぱり怖いんかなって思って、ちょっと。もう部屋、あ、でも今ねドアね全開。そう、匂い逃がしてる、だから大丈夫だった。あったかいこの部屋ね。初めまして、初見さん、ありがとうございます。同族犬をなんかね、わかんない、でもなんか犬にね厳しいんです、梅さん。人間好きなんですけど、結構ワンちゃんに厳しくて、お散歩中とかでもね、グワーっていうのは、そう、犬見かけてグワーってちょっと怒るのは梅なんです。そ
ももはね怖がりなので。おとなしいわ今日。最近ねでも甘えん坊なんですよ本当に。私の部屋によく来る。さつまいも見ると走ってくるし。だからさ私がさ焼き芋食べるとさもう絶対ねついてくんの。そうさつまいも大好きだからさ、私が焼き芋焼いてね朝ごはんで焼き芋食べてるとねすごい二人ともついてきます。寝そう。ん？何お口もぐもぐしてんのずっと。ね。むにゃむにゃしてんの。おはよう。お仕事気をつけていってらっしゃい。何をそんなに舐めてんの。そんなペロペロペロ。はや。なんかねむにゃむにゃと違うんだよね。すごいずっとペロペロしてる。収まんない。大丈夫。はやあー眠たい。あー眠たいね。うん寝ていい。寝ていいし下行ってもいいし。ただお兄ちゃんの部屋は入れないと思う。もうドア閉められちゃったと思うから。ギフトありがとうございます。
と揺れますよ、ごめんね。なんかお口ね、むにゃむにゃ、まあ眠いからっていうのもあると思うんだけど、なんかちょっと詰まってると気になるのかな。まあでも大丈夫だよ。寝そうだもんだってこのまま。小さな言葉何もできないけど、君を笑顔にする魔法はいくつか持ってるんだ。帰り道の犬の鳴き真似かわいいでしょ。まあね、甘えてくれなくてもかわいいんだけどね。今日はおとなしい方で珍しいね。マミーもね、朝バタバタしてるからね、寂しいやんな。ね、本当にお口大丈夫そう？何も挟まってないお口に。なんか食べてないよね。ちょっと心配になるよ、そのむにゃむにゃ。まあでも大丈夫だと思うけど。梅に至ってはね、歯に詰まってんのかずっとあのお口あのカミカミしてるからね、なんかマジでそう食べたと思ったね。くっちゃくっちゃくっちゃやってちょっとどうしたって思うじゃん。歯になんか挟まってんだっていつもなんか歯に挟まるんだってはよ。じゃあ、ため焼きとかするのもしますよ。おはよう。あんちゃん用の歯ブラシとか歯磨きとかも売ってるし、でね、お口の中ね、綺麗にするのは大切らしいです。一緒にブランケットにくるまれています。おやすみ。あの18位まであと2500ポイントくらいです。皆様ぜひご協力お願いいたします。
食べな食べな食べな、腹が減っては戦はできぬ。お腹空いてると何もできないよね。ムーはね、多分お兄ちゃんの部屋で寝てる。ムーはね、寝ましたね、今多分。私の。でもまあ、ワンちゃんって結構眠り浅めなので、どっちかっつったら、すぐ起きちゃうんですけど。まあね、ちょっと落ち着きましたね、私の足の上で。かわいい。お弁当作ったの？いや、土日はお弁当を作ってないです。そう、この土日はお兄ちゃん休みだとね、マミお弁当いいよって言うんで、うん、休みなーってお弁当はちょっと言ってくれたので、土日は作ってないです。またね、明日から作るかな。何作ろうか迷ってんだけど、大葉をね、もう使わなきゃいけないって言ってたので、ささみ焼いて梅しそで味付けしてもいいな。梅照り焼き、昨夜は晩ご飯が早かったのでお腹空いてます。私も寒いじゃない、お腹空いた。弁当ないよ、だから今日家にあるもん見てなんか作ろうかな。おはよう。ありがとうございます。すごい、私全然今頭働いてない気する。ポヨンってしてる。ありがとうと君に言われると、なんだか切ないさようならの後も溶けぬ魔法、淡くほろ苦い No ever alone。 彼女がお弁当を作って持ってきたら、してたらめっちゃ嬉しいよね。本当？そういうもん？分かんない。でもその気持ちは嬉しいね。あ、なんかメニュー考えて自分のこと思って作ってくれたんやな。そう、その気持ちはすごく嬉しいけど、なんだろう、すごい心配になる。大丈夫？味？大丈夫かな。ちゃんと肉火通ってっから。そう。寝落ちしてました？
そうね、暖かくしてお布団戻ってね、暖かくして、おはよう、テンション上がる。あ、本当？いいね、なんか素敵やね、なんか漫画とかで見るやつや。ありがとうございます。なんか気づかんね、ちょっとね、いや思い残すことあってよ、私の弁当食べても思い、なんか思い残して。全然全然まだまだですよ本当に。なんかね、私の弁当なんてほんと大したものじゃないから。ね、そこまで言ってくれるのはとっても嬉しいけど、ありがとうね。ギフトありがとうございます。ごめん、ももちょっとごめん、動いていい？すまんね、全然そのままでいいんやけどさ、ちょっと動くね。いいよいいよ、寝とって寝とって、いいよいいよ、ごめんごめん。ひそ話そう、秘密の作戦みたいに連れてこられた三人のまかな目には、大人に隠してた過去がある。怯えた顔で僕は化け物だから、私は告げる、そんなことはないよって。真っ赤な色は主人公の色だから、怯えていなくてもいいんだよ。面白いこと悩んでは今日も、お姉ちゃんだって、ほら見ていて、赤いマフラー巻きつけた秘密
小さなヒーローのふりだけど、少しでもまた笑えたらで今日も家族でいよう。お、起きたか。行くって。俺はもうこの部屋出ていく。幸せを、お、下行ったわ。願う先にある未来がどれだけ悲しくても、このことは秘密だよ。楽しくて日が沈んだ。ご飯終わったんでね、まあ満足したか、まあ、寝心地悪いなってことですかね。ちょっとこいつすっげー動くし寝心地悪いなと思ったのかもしれない。したらごめんね、ちょっとね、私ね、充電器の線が短いからさ、携帯なかなか届かないしさ、ね、距離離れるとそれ、ね、後ろ、ね、線届くように後ろ下げたら、私こうやって普通にいるとね、コメントほとんど読めないんですよ。かろうじてひらがなちょっと読めるかなくらいの、そう、漢字全く読めなくなるんで。はよ、春風巡り大人になった世界は理不尽に曲がる、誰かの陰謀みたいに膨らんで消えた、愛する人の涙は誰も気づけなくて黒くなる、狂い出してた、気づいたらもう誰にも言えなくて、やだやだよ、壊れるのは幸せの終わる世界が来る、茜色お願い、これ以上誰かの未来を壊さないで、泣きながらまた考える、笑顔に隠したまま、赤目色、それが私なら誰かの未来を救えるかな、不器用で情けない一人ぼっちの作戦だ。視力悪いな。はい、視力悪く、そしてショールームの文字もちっちゃいです。携帯の画面もこれちょっとちっちゃめです。はい、どっちもだね。どっちの要素も合わさりほとんど見えないという。おはよう。うん、何、私ね、見えないんですけどね、左目の方がちょっとごっつ悪くてですね、こうするとね、左目だけで見るとね、もう文字書いてあるのかすら分かんないくらいね、なんかもう色しか判断できないという平野ひかるでございます。はい、弱視と言われるね。まあちょっと、まあ、この先視力は上がることはないよというものでございます。まあ、だ左目の悪さが深刻なんですね。右目はね、なんか最近、まあちょっと、ね、ちょっと見づらいかなって。うん、免許書き換え全部のせそう、全部のせ、豪華やんな。私が消えたあの日の秘密組織はちゃんと笑って暮らせているのかな、きっと私は怒られちゃうな、だけどちゃんとお姉ちゃんになれたか
幸せってなんだか不思議、明日のこと好きになれる。おはよう、ギフトありがとうございます。うん、順位が18位まで上がりました。ありがとうございます。皆様ぜひね、イベントご協力お願いいたします。本日ね、最終日となっております。視力悪いからね。私もさ、だから免許とかさ取りに行くときどうなるんだろうと。全然見えなさすぎて。なんだろう、あとはね、やっぱり私ピント合わせるのがね、ちょっと下手くそというか、なんかまあ、だからさ、すごいじーっと携帯見た後にこうやってパッてテレビとか見ると、まあブレブレブレなんですよ。それでしばらくしたらね、ちょっと安定するんですけど、そう、ピント合わせるのがね、まあちょっとね、ちょっとね、見づらいというか、できないかなみたいなね。それも目はね、よろしくない。本当に。なんかこれからさ、右目が悪くなった時、私マジで見えんなと思って困ってる。どうしようと思って。ね、でも免許取りに行って、いや視力悪いんで取れませんって言われたらちょっと悲しいな。仕方ないけど。ね。事故とかにならないために仕方ないけど、取れるといいな、もし取りに行った時。ね、ほんと右目私悪くなったらね、ほんと視界がね、マジで色。ほとんどだから字は読めなくなっちゃう。まあ、右目がどこまで悪くなるかによるし、まあね、右目はね、別に弱視が入ってるわけじゃないの。メガネかけたらね、治りそうだけど。はよ。そう、だから今までさ、全部さ、視力をさ、右に頼ってきてるわけ。私、ほんと左目マジで何も見えんからさ、そう、右目に頼ってきたからさ。この手何？そう、右目がね、視力落ちてきた時が怖いなって思うよね。そう、もう左目に関してはね、眼鏡かけようが、カラコちゃんコンタクトしようがね、もう何しても視力はもう上がんないって言われたので、病院でね、まあ弱視ってそういうもんなんですよ。そう、だから小さい頃にちゃんと矯正して、そう、直してっていうのが一般的なんですけどね。まあ気づくのが遅すぎたという私ね、自業自得なんですけど、その気づくのが遅かった。そう、右目はね、だからなんかあれだね、だからさ、両目が悪かったらさ、なんかまあ見えないってね、すぐ気づけたんだけど、私片目しか悪くなかったからさ、そう、まあ、普通日常生活に支障はなかったし、なんか、あ、こんなもんやって思えばこんなもんやったし、そう、小学校の視力検査とかもなんか分かりませんっていうの嫌だなと思って、そう、なんか、そう、だって何、全部見えないからさ、そう、左目こうやって右目閉じたら全部見えないから、全部分かりません分かりません分かりませんっていう、なんかそれすごい嫌でさ、恥ずかしかったから、なんか急にそういうところで人見知りなどなど発揮してしまい、良くないよ。だからみんな片目だけ悪いと逆に視界に違和感ありそうだけど、あ、全然全然何も、本当に、まあ分かんない、どのくらい視力悪いのかによっても変わるのかもしれないけど、私に関してはもうほとんど違和感はない。まあ生まれつきっていうのもあるかもしれない。そう、だから途中からちょっとね、目が悪くなったとかだったら違和感は出ちゃうかもしれないけど、私ほんともう物心ついた時からこの視界で生きてきたので、何も
そう、違和感なく過ごしてます。分かんない。でもほんと右目が良かったから、まあ、右目に頼って生きてきたんですけど、私は生活してきましたけど、だからなんか左目が悪いことによって、なんか私がなんかその何ができ、あの何が苦手でっていうのが分かんない。そう、だから左が見えないかって言われたら全く見えないわけではないし、そう、なんか片目悪いとなんかどういう影響が出てるのかがちょっといまいち分かんなくて、調べてみよう。ためだけ悪いとどうなるの？おはよう。片目だけ視力が悪いとどうなるの？片目だけ視力が悪いと物がうまく見えなくなるだけでなく、体全体の調子が悪くなることがあります。へえ、そうなんだね。また片目だけ視力が悪い状態を放置すると視力差がさらに大きくなるリスクもあるため注意が必要です。立体感や遠近感がつかみにくくなるんだって。あー、なんかまあちょっとあの実感あり。あの遠近感はマジでわからんそう、遠近感はちょっとバグっておる、うん、らしい。目が疲れやすくなる、わかる。なんだって。近感はね、なんか分かんなくなってくるよ。分かんない、なんかみんながどれくらいあの遠近感を把握できているのかはちょっと、まあ、あの個人差もあるしさ、なんか感覚も人それぞれだから分かんないけど、あんまり近いものならあれなんだけど、ね、遠いものだとね結構ものによっては分かんない。結構大変なんだね、片目が悪いってね。なんかすごい他人事のように言ってるけど、なんかあんまり今までさ、やっぱり片目が悪いとねみたいな、なんか言われることあったけど、そう、なんかやっぱりちょっと左目を使ったから生活しなねみたいな病院の先生にめっちゃ言われたけど、正直何の実感もわかんし、そう、生まれつきすぎて何の実感もわかなかったし、そこまで影響出るとは思ってなかった。大変だね意外と。なんか生まれつきだと本当になんか、うん、これも生まれつきかと思ったらもうそんなもんになっちゃってね、どうしてもね。よろしくないね。今でも言われます。だからマミちゃんと左目使ってね。でも私左目使ったら本当何もできない。携帯も触れない、え、本も読めない、ゲームもできないっていうね、本当にすごいよね。ね、でも目の疲れはね、確かにね、ちょっと取ってあげなきゃよね。はいよ。まだ30分過ぎか。下45分になったらランキングいきますね。ありがとうございます。皆様本日ね、あのイベント最終日となっておりますので、はい、ぜひご協力いただけると嬉しいです。僕も1000円の視力差あるけど慣れるね。ね、なんかあれだよね、だんだん時間が経つにつれて慣れちゃうよね。そう、私は本当にもうずっとこの景色なので、うん、なんかもうあんまり良くはないみたいだけど、慣れちゃうね。ほんとなんか疲れやすかったり、ちょっとね、なんか遠近感とか
遠近感立体感だっけ、そうどっちもなんかあんまりね把握しにくくなるらしい、ね、まあ、気をつけて。ペンさんありがとうございます、おはよう。私だからメガネを本当は作りたいね、でもメガネ作りたくてね、病院行ったらコンタクト、結局コンタクト渡されるという、新しいコンタクトになったっていうそう、どうしてもメガネが作りたくても、なんかコンタクトさ私つけないからさ、本当に全然視力も変わんないし、コンタクトつけて、そうだからすいません、メガネ、メガネだったらかけるなと思って、メガネ欲しくて、そうだからちょっと来たんですけど言って、ちゃんと視力検査とかめちゃめちゃしてもらって、結局言われたのはうん、コンタクトにしよう、えかいおめめかい、緑見るの大事？なんかでもいいっていいよね、緑見るの。なんかどういう、なんでかは分からんけど。見てねってすごいね。私右目どのくらいなんだろう。マックス全部見えるくらい。はよ。皆さん目大切にね、本当に。半分落ちた？あら、ね。小学校の時毎日緑見る時間がありました。そんな時間あるんだ、いいね。でもなんか素敵、あでも遠くの緑を見て視力が良くなるわけではないけど、目をいたわる効果はあるんだって。そう、緑を見るとどんな効果があるのですかって、実は緑色には色彩心理学上、見る人に安心感、リラックス感を与える効果があると立証されています。でまた遠くの山の緑を見ることは、近くのパソコンやスマートフォンを見るときと比べて目のピントを調節する、毛様体筋なんて言うんだ読み方合ってんのかな、をリラックスしている状態にすることができるんだって。そうだからいいんだよって言われてるらしい。緑を見る、緑いっぱいあるよ、 うちの窓からいっぱい見えるよを見て遠くを見る繰り返して、わピント合わせるの大変そう。私それピント合わないもん、なかなか目チカチカしてきそう。でもねきっとそうなのかな、コロナ禍の外でない生活で悪くなった。まあなんかねあれだよね、やっぱりほんと、まあ今もそうだ、携帯とかさいろんなものが発達してさ、そうだってずっと私も携帯触っても、暇な時、いやずっとではないけど、そう触ることがやっぱり増えるから目悪くなるよねっていうね。遠くの山見て、あ遠くの山、こっちに山はないけど、あこれ無理だ、私無理だ、超疲れるんだけど、もうすでになんか疲れる。ピント合わせるのが
会社の屋上から富士山見えるから、あ、すごっ、おはよう。ちょっとちょっとピントが来ないね。ねえ、すっごい便利になったもんね、マジで。あの、外出なくても生きていけるようなっていうレベルには便利になった。うん、まあそれね、なんか働いてくださる人がいるからなんですけれども、そう、でも本当にマジでね、おはよう。携帯あったらさ、だってご飯頼んで、そう、ネットスーパーとかもあるし、頼んで服とか家具とか全部家です、家で注文して届けば済む。すごいよね、今のね、世の中ね。でも怖いなだって怖いなと思ったのはさ、今さ全部携帯にさ情報が入ってるわけじゃない。携帯一つにさ情報が全部詰め込まれてるわけじゃない。そうだ、スイカとか、まあ、クレジットカード登録してる人もいるだろうし、いろんなもの入ってるじゃない、まあ、個人情報も含む。携帯ってほんと落とせんよなと思って。たまにさ、携帯落としたっていう人いるやん、なくなったみたいな。本当にどうすんのそれと思って。私はね、もちろんさパスコードはかけてあるだろうけど、うわ怖っと思って言うのをね、最近ね、ふと。私もね、電車使ったりしますので、スイカを見るたびにそう思います。はよ、本当にスマホって今すごいよね、何でもできちゃう。ハツが落として、ハツ落としてたっけあれ、ハツ落としてたっけ。あ、言ってた、あ、ツイッターでやってたな、携帯なくしましたやってたわね、すごいな、ありがとうございます。あー、チャリから、ポケットからね、怖いよね。私も一回ね、まあ、チャリじゃないけど走ってて落としたことあるからね。え、しかもいつだあれ、割と高校入ってすぐ、なんなら初日そう、バッキフォンにしました。めっちゃいい人が拾ってくれて助かったけどね、本当にね、なんか悪用する人に拾われたらもうね、やばいよね。はよ、いや、マジで。なんかその高校の初日に携帯落としたのもさ、まあね、それ結構ずっともう中2とかから使い続けてた携帯だったからまだ良かったけどさ、新品だったらって思うとね。だから最近さ、ちょっとさ仕事行くとき走るんですよ、まあ、走るっていうかその、まあ、歩道がね、もう雪が結構あって、まあ、人が通らないところなので、まあ、溶けるのも遅いんですよ、結構日陰になったりして。でね、なんかもうあの歩きづらいんで、まあ、ちょっとね、あの、まあ、車道に出てるわけではないんですけど、少しね、なんかそう雪のないところを歩くと、そう、なんか邪魔やんなと思って、きっとめっちゃ走るんですよ。落とさないけど財布はよく落とす。あら、それも怖いよ。財布も一応いろんなもの入ってるよ少しお高めの菓子折り持ってお礼に行きました。本当にね、本当にありがとうございますだよね。携帯はな、落としたことないな。財布もないな。
新幹線に忘れ物するくらい。サブ風船ね、分かんない。でも夜も配信ありますから負けずに頑張りたいんですけど、ねえ、ドキドキだ。だから早く帰ってきたい早く帰ってきたい。今日は店長お願い、今日ね大切な日なんだ店長現金派なの私。最近どっちも入れてる、まあ、現金そんな持ち歩いてないけど、どっちも入れてるから怖いです。今だってクレジットなんかさ、タッチ決済が可能になったじゃない。うわ、給料袋そのまま、あのきつ、私なあの泣き叫ぶわ泣き叫ぶ泣き叫ぶ本当に。無事に帰ってきてくれるのが第一です。私お財布携帯45分になったね。いて、アヒカありがとう。大丈夫、元気に帰ってくるね。よし、そしたらね、今日は朝配信はねちょっとね、はい、これで終わりたいと思います。ごめんね、ちょっと準備とかがあるもので、はい、ねちょっとまた夜までドキドキなんですけど、なるべく急いで帰ってきて配信始めるので、はい、皆様待ってていただけると嬉しいです。お願いします。ランキングの方行きたいと思います。13位サルキチ、32位ヨラさん、11位カボちゃん、10位ライラックさん、9位谷口ひろきさん、8位ゆうこさん、7位ゴン太郎さん、6位桜のお友達さん、5位ふみさん、4位かいさん、3位ランタンさん、2位けんけんけんさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。しろみさん、けんけんけんさん、かいさんコロテンさん、ふみさん、ゆうこさん、桜のお友達さん、そそさん、谷口ひろきさん、ライラックさん、地球さん、ランタンさん、かぼちゃん、さるきちさんです。ありがとうございます。けんけんけんさんギフトありがとうございます。はい、ということでね、皆様本日も朝配信見に来てくださってありがとうございますね。本日でイベント最終日なので、私もねなるべく早く帰れるように頑張りますので、またね夜配信しますので、最後までよろしくお願いいたします。ね、皆さんもね本当に怪我ないように、風邪ひかないように気をつけて、お仕事、学校はまあお休みのところが多いだろうけど、まあ学校、お出かけなどなど行ってきてください。おはよう。はい、ということでね、本日もあの朝配信、朝早くからありがとうございます。私もねお仕事行ってきますのでね、本当にたくさんイベントご協力ご協力もいただきありがとうございます、はい、それではまた夜にお会いしましょう。今日も一日ファイティング。
まあちょ最近ねちょっとねあの噛み倒してるかなっていう、ちょっとお口回んなくなってきたかなっていうね。皆さんも行ってらっしゃい、行ってきます。今日はねピンクにしようかなって思ってる。ありがとう、また夜ね、行ってきます、行ってらっしゃい、ありがとう。